野球部で体罰です。指導する野球部の生徒を投げて怪我を負わせたとして、県教育委員会は浜松市の県立高校の男性教諭を懲戒処分しました。投げられた生徒は前歯を2本折りました。県民の皆様、生徒保護者の皆様に深くお詫びを申し上げます。はい、申し訳ありませんでした。 開国の懲戒処分を受けたのは浜松市天竜区の浜松湖北高校佐久間分校に勤める30歳の男性教諭です男性教諭は今年3月、指導する野球部の男性との態度に怒り、生徒の首を両腕で抱え込んで投げました投げられた生徒は校舎の壁に設置された鉄製のパイプにぶつかり前歯を2本折りました。 県教育委員会によりますと、男性教諭は野球部の練習後の片付けの最中に部室に戻った生徒を注意しました。生徒はすみませんと謝りましたが、男性教諭は怒りを抑えきれずに体罰に及んだということです。男性教諭は翌日から野球部の指導を行っておらず、歯を折った生徒は現在も通院治療中です。